昔ある海辺に、それはもう仲のいい猿と亀とがおった。山の食べ物は猿が取ってきて亀に食わせる、海の食べ物は亀が取ってきて猿に食わせるといった具合で、それはもう仲のいい猿と亀じゃった。亀だよ、ハーマグ。おめえさんの住むその竜宮というところ、もん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 、それはもう美しいところじゃろうの。まぐまぐまぐ、そうともよ。わしも一度その美しい竜宮へ、行ってみたいものじゃな。まぐ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 。ところで、その竜宮じゃったが、竜王の一人娘乙姫が重い病にかかっておられた。竜宮の占い師によると、これは丘に住む猿の肝を取って食えばいいというのじゃった。陸上と海では世界が違う。竜王もほとほと困られてしもた。竜王の家来たちはみんな陸へは行けないものばかり。いや、亀がおった。亀なら陸へ行ける。そうじゃ、亀を陸へやろう。いいか、猿の肝を取ってきたら担当褒美を取らせるぞ。ああ、友情とは格も儚いものか。あれほど仲の良かった猿と亀じゃったのに、亀は竜王の言うた褒美に目がくらんで、猿の生き物を取りに出かけた。おーい、猿どん。おーい、猿どんや、起きてくれや。あー、亀どん。猿どん、たまには竜宮に遊びに来んかい。わしが案内するで。そりゃ行きたいのは山々じゃが、わしは海の中はよう潜れんけ。なーに、平気平気。わしの背中につかまってしばらく目をつむっておれば、ええ、そうすれば竜宮へ着くけに。こうして猿は亀の背中に乗っかって竜宮へ行くことになった。猿どん、猿どん、目を開けてみなせ。猿が目を開けてみると、目の前にそれはそれは美しい竜宮があった。うわぁ、なんという美しいところじゃろ。門番にカレイとクラゲが立っておった。さあ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 、猿団こっちじゃこっちじゃ。亀に促されて猿は竜宮の門をくぐった。すると彼が何やら意味ありげに笑うた。猿は気になって、今度はクラゲの方を見た。するとクラゲも何やら意味ありげに笑うておった。猿どん、はよこっちじゃこっちじゃ。猿は何やら気になったが、亀に促されてそのまま竜宮へ入ってしもうた。竜宮の中はそれはもう賑やかで面白かった。
大層なご馳走は出るわ。タコの踊りまであった。わあわあ、猿は強い酒を飲みすぎてその場にひっくり返ってしもうた。バカな猿め、騙されとるとも知らんで酔いつぶれてしもって。これで猿の息雲は簡単にいただきじゃ。猿はこの時初めて竜宮の魂胆に気がついた。うわ、大変じゃい大変じゃい、どうしようどうしよう、このままじゃ腹立ち割られて中の息にも取られてしまう。うわ大変じゃ大変じゃ、どうしようどうしよう。そうじゃじゃ、どうした？サールドン、何を泣いとる？うわぁ、わしゃ大変なことをしてしもうただよ。わしの息着も丘の木の上に干したまんま来たんじゃが、雨が降りそうだで、雨が降るとわしの肝が溶けて流れてしまうじゃよ。なんじゃと？それあいかん。そら大変じゃ。さあさあ、わしと一緒にあその生き肝を取りに行こう。さあさあさあ、わしの背中に乗った乗った。カメドン、すまんの。こうしてまたまた猿はカメの背中に乗って陸へと戻ってきた。サルドン、着いたぞや。おお、サルドンや、息雲はどうした？早う息雲を取り込めや。バーカ、息雲を取り出して干すバカがどこにいるもんかい。肝はこの腹の中にちゃんとあるわい。それじゃあこのわしを騙したのか？騙したのはどっちじゃい。人の生き肝を取ろうなどとしおって。誰がそんなバカなことを。おしゃべりもんのカレーとクラゲが言うたのを聞いとったんじゃよい。さあさあ、薄のろカメドン、さっさと帰れ。帰らんとこうしてやる。へい。なんとこの時のためにカメの背中にはひびが入ったんじゃと。ところで亀から訳を聞いた竜王はカンカンに怒った。あのおしゃべり者のカレーとクラゲめ。カンカンに怒った竜王はカレーの実を二つに立ち割ってしもうた。それでカレーは今でも平たくなって海の底の方にへばりついておるそうな。ところでクラゲは皮をひんむかれ骨を抜かれてしもうた。その上竜宮から追い出されてしもうた。それでクラゲは今でも竜宮へ帰ることもならず海の上の方で波の間に間にぷかぷか漂うておるそうな。サルドンやー、おーい。
友達を裏切った亀は一人寂しく海へ帰らねばならんかった。